はい、皆さんお世話になっています。今 JR 水戸線岩間駅に来ております。はい、どうも皆さんお世話になっています。 YouTuber 平本です。ということで今週はですね、月曜日カンターレ U さんに行かせてもらって、今日木曜日ですね、23日はカンターレオーバリナガソーダにちょっと行ってきました。まあどちらもですね、まあカンターレというですね、冠名がついておりまして、まあ運営に参加しておりますということでね、またね、打ち合わせとかがあったんで、ちょっと釜出しのね、一品、今週、やろうかと思ったんですけど、まだ釜が出してないので、まあ、後で、今週末、まあ、土曜か日曜にやりたいと思いますので、ぜひご覧ください。またですね、この二つ、どちらとも12月にコンサートがあるので、まず、カンターレ U さんの練習風景、そして、なんとカンターレ U さんにね、来ていただけると、一緒に吹けると、ね、来ていただいた方も一緒に吹けるということで、こんな曲吹きますっていうのをやりますのでね、ぜひ 4C を持って12月18日は、アタゴ、笠間交流センターアタゴに来てくださいということで、ぜひ、ユーさんの演奏動画こちらになってます。はい、皆さんお世話になってます。今、JR 水戸線岩間駅に来ております。なぜかというと、ここからすぐそばにですね、カンターレユーさんの練習場所、そして、12月18日のコンサート会場があります。岩間駅下車徒歩1分行ってみましょう。改札口を出たら左に行きます。あれがいつも練習場所と、今度12月18日にですねコンサートがやります。地域交流センター岩間と言います。はい、さあ行ってみたいと思います。おー、ちゃんと貼ってくださってるじゃないですか、岩間の職員さんがね。カンターレ U クリスマスコンサート12月18日13時30分開演。はい、ここが駐車場になってますんで、駐車場結構ありますね。 OK だと思います。多目的ホールとかも来てくださいね。Thank you.